はい、さあ来るかな、どうでしょう、配信されてるでしょうか。ちょっと今日はね、ネットのスピードやや遅い、ちょっと遅い、皆さん少々お待ちください。皆さんの元へこの映像が届き始めた頃にスタートしたいと思っておりますが、どうでしょうね皆さん、言ってるでしょうか。あ、言ってますね、言ってますね、生放送スタートしてますね。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、日本時間10時バリ時間9時になりました。本日もウブドラジオのお時間です。はい、それではオープニングからまず小鉄さん一仕事、マイクを向けてください。それではオープニングから参りましょう。世界の端っこ、ウブドラジオ。お疲れ様でございます。早速力仕事をお任せしてしまいましたけども、はい、本日もカフェアンカさん2階よりお届けしております。はい、皆さんどうでしょう、ご覧になられておるかな。ちょっとネットがね今日心配なんですけどね、どうでしょうね、ちゃんと皆さん見れてればいいなと思いつつ、このまま司会進行を進めさせてもらいたいと思います。どうも、どうも大丈夫、調子はどうですか。いいですか。調子いいね。昨日だいぶお腹痛そうで苦しそうでしたけど、痛かったけど、まあ、すきっぱらで飯食ったら治ったんでしたっけ。飯食ったら治ったけど、ね、ええー、よかったすげー不健康だよね、食生活も。あ、そうですか、乱れてます。かなり乱れてる。かなり乱れてる。でもその乱れてるのがマイペースになりつつあるから、それは体的にいいのかな、それは。ね、なんか出てきたら嫌だね。うん、後で、後々体にきますからね。うん、まあ外科的にはいろいろ来てるからね。はい、外科的には、その体の外側的にはですか。四十肩になったりとかさ、はい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 、今みたいにこう寒いと膝が痛んだりとかさ。ああ、そうか。いや、そういう年ですから。まだ僕はそこまでは感じないですけどね。まだまだ30代だから。まあ、まあ一応ね、33ですから。こう見えて皆さん、僕まだ33ですから。40になった瞬間から分かるから。ああ、そうですか。まあ、まだ僕は7年ぐらい、それまで頑張って体作っていきたいと思いますけど、はい。ね、あ、今日は実はですね、今日はどうですか、画像もだいぶ今日いいんじゃないですか。画像綺麗に綺麗でしょう。おそらくだいぶ綺麗に写ってるはずなんですよ。光の当たり方が違うというですか。そうだよね。うん、照明のことまで考えて今日設置しましたから。そうだね。で、ちょっとこう斜めにこう、いってるでしょ。これがいいんですよ。やっぱこう動きがあるじゃないですか。ここに後で実は本日はゲストがお二人来られます。はい、ゲスト、本日のゲスト、まずというかね、もうこの方はゲストです。ゲストは、南山大学文化人類学部教授。ね、違うね、こっちがね、難しそうな人だね。いや、かなりそれだけ基礎ね、教授ですからね、言ってもね、教授の友達なんかいないですもん、だって周りにね。いないね。いないでしょ。いないね。なかなかいないですよ、その教授になった人なんていうのは。なんか別世界の人っていう、教授って聞くだけでね。そうですね。特殊な人。そうなんですよ。だけどもう昔からバリ来られてて、バリの宗教とか、そういう文化とかを研究しておられる。そうなんだよね。ね。実は1回、2年前ですね、僕あのトークライブの2回目のゲストに竹谷さん来ていただいて、いろいろと難しいところまで話を聞かせてもらったんですよ。確かそれ残ってないかな、 YouTube かなんか上がってますか。ね、残ってるよね。残ってますかね。それを見てもらうと、あ、はいはい、教授って、あ、こういう人か、話しやすい人だねって分かる。そうそう、すごい話しやすい方なんですよ。ほがらか、ほがらかっていう表現もどうかと思うけど、ほがらかな人ですよね、すごく。教授ってよりもなんか学生さんに近いぐらい。ああ、そうですね。なんかスポーツの、なんだろう、スポーツやってそうな、スポーツマンタイプな感じ。そうだよね、爽やか。勉強じゃないんだよね。なんか文化系統がちょっとなんかちょっと違う感じの爽やかな。僕のイメージね、テニス部ですよ。ああ、そうだね。わかります？テニス部やってそうで、で爽やかにこう後輩をこう可愛がるタイプ。そうだね。そんなイメージあるでしょうか。そんな山下武さんをお迎えして、でそのねトークライブの時に実はですね、結構ね話がその
あの奥様がジャワ島出身の方でおられるんですけど、そっちの辺の話をいっぱい聞いたんですよ。なんかこう一応トークライブのテーマがあれじゃないですか、酒を魚に人の話、人の話を聞いてそれを酒を魚に飲もうってことだから、結構そのライトの話ばっかり聞いたんですね。でも今回ブドラジオ今月のテーマ覚えてますか？バリのスポーツ。違う、おかしいでしょ、おかしいでしょ。ね、バリの文化について学びましょう、はい、バリの文化を学びましょうということで、今月やって、今月というか7、8月とやってきてますから、今回はその研究テーマでバリ島の文化について、難しそうですね。ちょっと難しい、ちょっととっつきにくそうなイメージありますけど、だってでもね、吉田さん出てきたら空気変わると思いますよ、うん、今教授、そして文化人類学、文化の研究って言ってる段階でみんなちょっとね、だいぶ硬いイメージを持ってると思う、うん、多分そうでしょ。だけど出てきた瞬間に、あ、違うぞっていうのは皆さん分かりますから、とっつきやすく、だいぶ引っ張ってるね、はい、引っ張ってますね。まだね、もうちょい後ですから、登場はね。で、僕らだけではやっぱり多少、なんていうんですか、深い話まで、ね、そういうとこありますね、ある難しいとこありますね。なのでもう少し深いところまで聞きたいぞというためにちょっとゲスト MC 一人呼んでおります。はい、そちらの方はまだ登場しないですけどね、前バナナペーパー作家の、うんね、前とアジアナレー第12回に登場していました、うん、出張でスタジオまで来てもらって、そしたらもう動画は上がんないわ、映像は止まるまで、まあ申し訳ない状態になってしまったんですけど、その成瀬さんが本日来てくれて、いろいろと鋭く突っ込んでいただくという、いや僕らでは聞けないことを、そう深いところまで、そうなんですよ。まず大体ほら僕ら緩いじゃないですか、緩すぎだよね、緩すぎですから、その辺をビッと正す意味でもう成瀬さんに来ていただいて、僕らもう引き締まるしね、緊張があるしね、深い話が聞けるんじゃないでしょうかというつもりでいますけど、話についていけるように頑張ります。そうですね、どれだけついていけるかが勝負ですよ、僕らにしてみれば。やっぱりそれは途中でこうなんていうんですか、間に入っていけないことがあるじゃないですか、難しすぎて、うん、もうっ、ね、さっきね、本番前にちょっとで、ね、お二人で話してもらったんですけど、早速もうなんかね、ハイブローの応酬でしたよ、ね、そこに何て言おうかな、言うことない、聞くしかないっていうね状況生まれましたからね、それをなんとか女子くんに出しましょう、小鉄さんもぜひ入ってきていただいて、そうね、そうですよ小鉄さんさ、何回今日は切り込んでいくかっていう、数えた方がいい、ね、数えて合計数を与えたらこうビル枠が、それはありですか、クーポン早くやろうよ、クーポンメール1、あ、そう、これ言っとかなきゃね、先週の放送でコピル枠のクーポンが当たったんですけど、プレゼントがあったんですけど、あ、その前にコメントありがとうございます、あ、このマイクを置いていってくださった高木さんからありがとうございます、音声いいですね、あ、今日はね素晴らしいセッティング、ありがとうございます、お世話になってます、今日はねいいはずですよ。そして業務連絡、先週の放送で、コピール枠が、当たりましたね、そして、藤田美智子様からメールいただきました、はい、しかしまんまゆりそうさんと、菅子のおさんからメールがまだ来てないので、まあ、僕から連絡できるんですけどね、コピルワークのクーポン用意してますんで、わかりました、はい、もし今見ておられたら、ぜひメールをね、はい、インフォ、メールしてください、インフォアットマークラジオ、インフォアットマークウブドラジオ .com までメールいただけたら、はい、ちょっとコピルワークがクーポンを差し上げますので、はい。昨日ね、飲ませてもらいましたよ、めちゃめちゃうまいですね、美味しいでしょ、本当に美味しかった、なんていうんですか、滑らかだね、滑らか、だからその辺にもよくいっぱいあるけど、じゃあそういう一緒なものは売りたくないから、もうレベルが違うと、違うとそういうことにしといて、一杯いくらでしたっけ、あんかさん飲むと、ここで飲むとね、まだメニューを今日さっき作ってたんだけど、はいはい、まだできてなくて、10万ルピアです、ね、10万ルピアですよ、1000円1杯10万ルピア、これがクーポンで当たってますからね、じゃあ今日のゲームはこれにしましょう、そうしたら、これからゲストの2人来て難しい話をパッとしていくと思いますけども、果たして10時までの間に小鉄さんが何回切り込むかと、そうだね、
放送終了後、はい、うん、10分以内にメールで僕も応募しようかないいね、それもあり、それもありあの放送終了後10分まで受付して、俺は先着3名様、2名様、3人でも OK で、3名で先着3名様にコピーラックのクーポン当たりますんで、こちらの方もぜひ楽しみにしてください。ルールは簡単ですよ。これから難しい話に入りますけど、小鉄さんが何回切り込んだかと、で番組終了後にメールなりここにコメントするなりで、あの当てた方には、はい、コピーラック当たりますから、というわけで、メールの方は info@ウドラジオ.com までお送りください。はい、はい、お願いします。それではまず最初のゲストというかゲスト MC に登場していただきましょうか。はい、はい、それではゲスト MC 名瀬清さんです。どうもこんばんは。どうもこんばんは。今日はね、ギャラリー、ギャラリーっていうんですか、皆さん見に来てくれていらっしゃる方がたくさんおられて、ありがとうございます。ありがたいですね。ありがたいですね、うん、今日は助っ人ということで、はい、はい、不甲斐ない我々の代わりに、いやいや、とんでもない邪魔しないように、いやいやいや、もう鋭い、もうあのね、画像で写ってるからここにね、資料がもうたくさん並んでるわけですよ。見えるかな、見えるかな、ちょっと一回持ち上げて、これ本、僕らラジオもいろいろと難しそうな、ねえ、ね、20回ぐらいやってますけど、こういう風に資料持ち込んだのも初めてですね。準備は万端と言っていいんじゃないですか。いや、万端じゃないんだけど、まあ、流れに沿って、うん、お話ししていきましょう。そうですね、うん、僕らは基本的に緩いですから。いやいや、うん、ね、緩くやっていきますから、男性の鋭いツッコミをピシッと入れてもらって、僕らも姿勢がペッと伸びるぐらいな感じで、はい、はい、そうします。よろしくお願いします、はい、もうこれでもう間もなく、来ますけど、どうですか、今日はどんなことを聞こうかななんて。吉田さんは、後でとしくんがご紹介するだろうけれども、はい、南山大学で文化人類学を教えてらっしゃるでしょ、はい、で特に、吉田さんの場合には、まあ、吉田先生というべきか、バレについてのね、非常に、そうですね、うん、こういうね、分厚い本を書かれています。バリ宗教と人類学、うん、それからあともう一つ、はい、これはバリ宗教、バリ宗教ハンドブックっていうね、こういう本も出されていますね。というわけで、まあ、バリの特に宗教についてね、はい、吉田さん詳しいので、で特にこのバリ宗教ハンドブック、これわずかねページ数にすると42ページ、42ページ、うん、たった42ページなんだけれども、これちゃんじっくり読むと非常にね、ああバリの宗教ってこうなのか、普段我々ここで暮らしていてもね、分からないことというか知らなかったことがね、実にコンパクトによくまとめられているんです。だからまあバリに住んでいる人はできればね、一度は、うん、この、うん、この本当に薄い本だ。これ影武者で売ってますよね。あ、影武者で売ってます。これおいくらですか、影武者で。値段は5万ルピア、5万ルピア、影武者さんで販売してます。ウブドウでしか売ってない、ね、ウドラジオを通すと7万ルピアで販売。ぜひウドラジオを通してみたいに買ってもらいたいね、うん、それでこの、まあ、まあ、文化人類学、はい、文化人類学教授、うん、我々文化人類学って何だろうってね、わかんないですね、わからない、うん、だからそこら辺から、吉田さんに質問していきながら、はい、バリの宗教について少しお話を伺おうと、はい、なるほど、うん、で前にちらっと吉田さんから伺った話では、吉田さんまだ学生時代だったかな、はい、茶碗のね、お供え物のね、はい、研究をしようとして、で結局挫折しちゃったっていう話。挫折しちゃったんですか。それはどういうわけで挫折しちゃったのか。ほう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 。茶なんて我々もどこでもよく見るわけでしょ。そうですね、多分安価さでも、うん、毎日のように使ってる、お供え物置いてるよね、うんうん、ああいうものについてもね、お供え物の話もちょっと伺いたいなと。あ、ぜひ聞きたいですね。挫折したってとこまでどういう流れかも聞きたいですね、うん、いいですね。ああ、もう準備万端ですね。さすがです、もう準備万端。我々とは違う。我々常にアタフタしてるから。違う。違う、もう楽しみに行きましょう。まあ、いいから、いいから。後でどうなるかわかんないから。全然違う話いっちゃうかもしれないし。それもそれもね、もう本当にもうラジオで。ただ、いや、さっきちらっと伺ったら、吉田さん、今沖縄の、
研究もしてらっしゃるってことなんで、沖縄とバリって似てるとこがあるんで、似てるとこがあるっていうのはすごくそのまあプリミティブなというか、はい、宗教が、まあ宗教というのかな、信仰心が強いところでね、はい、そういうので共通性なんかもひょっとしたらあるかもしれないから、沖縄の話も合わせて聞いてみたいなと思います。行きましょう、交互期待。それでは CM 明けにいよいよ吉田武さんをお呼びしますので、はい、もう一度小手さんには力仕事していただいて、はい、はい、毎週のようにやっておりますので、はい、よいしょ、ちょっと時間かかりますよ、CM でね。あ、皆さん、じゃあ CM 明けには吉田武さんいよいよ登場ということで、まずは、それでは CM 参ります。バリのゆるさが好きです。ウブントのラジオ。ねえねえ先輩、カフェアンカサ知ってますか？アンカサ、ああ、ウブントのモンキーフォレストの近くにあるおいしいコーヒーを飲み店なんですよ。スターバックスやったら知ってるけど、アンカサは知らん。そこはね、店主自らが焙煎したコーヒーが飲めるんだって。しかもおいしいハンバーグやスパゲッティもあるんですって。っていうか、もう来てんねんけどな。アンカサコーヒーです。どうぞ飲んでください。ウブド憩いのカフェアンカサ。バリ風ソーセージ、ベニラビアータ、砂釣りのソテー、ピザジャポネーゼ、パンケーキ、枝豆、それイタリアでおりちゃうやん。ウブドはええとこだっせ、フィオレチッタがおまっせ。バリの音と風が大好きです。ウードのラジオ。はい、ありがとうございます。 CM 開けました。いや、皆さん CM まだ増えてないですけど、来週にあたりには1個増えるかなということになってますんでね、あれですが、いよいよ CM 開けましたんで、はい、はい、本日のゲストに来ていただきましょう。本日のゲスト、文化人類学教授吉田武也さんです。ようこそ。こんばんは。こんばんは。ようこそおいでくださいました。我々のようなしょぼいラジオに来ていただいてありがとうございます。教授ですからね。教授です。本日、助っ人 MC も交えていろいろね、お話を聞いていただきたいと、聞いていきたいと思ってますけども、大丈夫ですか？はい、はい、もう実はもう一昨日ですか、日本からこちらに来られたのが、はい、本当は僕もうちょい前から来ておられると思ってね、コンタクト取ろうとしてて取れずに、どうしたもんかなと思ってて、で昨日の夜急に行ってね、出演してくださいますかって言って快諾してもらったところなんですよ。ひどい、ひどい。今日もでも来てちゃんと丁寧になんか挨拶してくれて、これが僕のいいところ。ナンセさん来ますよと、で水の話がしたいっていうところで僕ちゃんと行ってきましたから。でね、なんて快諾、それも快諾していただいて、やはり僕の人柄がいいんだろうね。ありがとうございます。でも出ていただけることになりましたから、いろいろと今回は前の時トークライブありがとうございました。2年前、ね、あれからもう2年だもんね。2年経ちましたからね。1年、ちょうど2年ですね。そうです ね、前も9月か8月くらいでしたよ ね、 でしたよね。で、あの時は結構そのやっぱりライト、さっきも言いましたけど、ライトな話題に結構話がいったもんですから、その時奈良さんはもっと深い質問したいぞっていうね、流れもありましたね。今日は奈良さんお越しいただいて、いろいろと。そうなんだよね、あの時確かね、僕はお供え物についてね、吉田さんに伺ったんだけれども、はい、途中でちょっと話の流れが変わったんで、ただ具体的にもうちょっと覚えてないよね、どういう質問したか、ね、そうですね、2年前ですからね。2年前だからね。まあ2年ぶりにまたお越しいただいて、改めてお話を伺うということで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとそれでさっき吉田さんが見える前に、じゃあ吉田さんに今日どんなお話を伺おうかという、でまず一つは、まあ吉田さんが今大学で教えていらっしゃる文化人類学、文化人類学って一体何なのかって、我々素人たちも分かるようにちょこっとお話ししていただける。まあ、僕学生によく言うのは、
例えばその経済とかね、はい、政治とか、うん、まあ文化とか宗教とか、うん、それぞれまあ専門的な学問とかですね、はい、経済とか政治学とか、うん、まあ文化とか宗教学とか、うんうん、でその政治と例えば宗教の関係とか、うん、文学と政治の関係とか、うん、要するにその一つ一つのその学問の専門をこう横断して、うん、全体トータルでこうあの考えるっていうのが文化人類というふうには思うんですけどね、うん、あともう一つはその上から目線じゃなくてこう下から目線、うんうん、あの庶民の目で見るというか、うん、ローカルな視点で見る、うん、で実際文化人類学、まあ、文化人類学者というか文化人類学研究者ですね、それはあのフィールド、あの実際に現地に入っていろいろな、まあ、調査というか研究進めますよね。そういうのも今はされてらっしゃるわけですか。チョボチョボチョボってどの程度のチョボでしょう。まあ一般的にですが、私が一般的にはどうなのかということと、一般的にはね、うん、ただその結局その昔のようにあの村の中でこう調査するだけだと今その全体分からなくなってるんですね、うん、例えばそのウブドウもこう外国人もいっぱいいるし、うん、こう直接世界とこのインターネット自体がこうやって入ってきてるのもそうですけども、うん、直接こう世界につながってますので、うんうん、そのフィールドワークやって分かる範囲ってどん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 こう小さくなってるかなっていうのがありますね、うんあのまあ、ただそれは大事だと思うんですけど、ね、うんはい、ちょっとごめんなさい、話今画面見てて、ええ、吉田さんは背中しか見えなくて、僕が正面向いておかしいねこれ。ああ、ちょっとマイクが飛んでる。で吉田さん背中、ほらようやく今顔が映ってる。じゃあ僕と吉田さんちょっと変わりましょうか。そうそう、じゃあちょっとチェンジ。うん、で吉田さん、それは正しい。それはね、なぜ正しい。その通り。ゲストなのに顔見せないなっていう、そうそうそう、そういう。それで吉田さんが、こういうことだよね。うん、ああ、こういうことだ。そうそうそう。で、ああ、いいですね。うん、で、オッケー、オッケー、オッケー。ああ、これでオッケー。この手作り感が醍醐味。我々のラジオと。なんかちょっと話が飛んで、あのさっきの話が見えなくなってしまったんだけれども、ただ実際例えばバリについて言うと、その昔から戦前からですね、その文化人類学者ってマーガレット・ミードだとかベイトソンだとか、からまあ有名なとこだとクリフォード・ギアスとかアメリカの人類学者ですね、それから日本でもたくさんの人たちが研究対象としてるですね、バリのそのなんていうのかな、うん、魅力というか、まあそれは研究者にとって、うん、文化人類学を研究する人にとってバリというのはどうしてそんなに人々が研究者が集まるところなのか、それはねちょっと不思議だなと思っているんですけども、なかなか一言で説明するのは難しいですけど、うん、あの例えばまあ宗教もそうですし、うん、あとその、政治であるとか、要するにその昔の、植民地時代以前の、まあ、バリの国家の特徴ですよね、国のとか、あとその親族組織とか村の組織とか、結構いろんなそのトピックでこう面白い特徴を持ってるんですよね。だからその宗教だけじゃなくて、いろんなその社会や文化のいろんなあの局面がそれぞれこう面白い題材を提供してるっていうところがやっぱあるかなと思いますけど、そういう中で吉田さん、これは、まあ、あの本を書かれになりましたよね、あのバリ宗教と人類学って、これはもうだいぶ前に調査に入って、はい、まあ、長年の研究成果の結果だと思うんですけれども、これ何年ぐらい前から。僕は最初にバリに来たのが確か89年なんですけども、だいたい90年代のまあ間調べてたのが大体これになってるかな。これは2008年ですか、本が出た。2005年、あ、2005年ですか、7年前。そうですね、7年前ですね、うん、何年ぐらいにわたっての研究。90年代、まあ、十何年ぐらいですかね。でこの、まあ、入るきっかけみたいなものはどういう。バリンですか。そうです。あの私あの大学生の頃にあの沖縄の方にこうちょこちょこ行ってまして、
で、まあ、暖かいところが好きなんですね。で、まあ、暖かい島のところで、うん、さっき言ったようにいろんなトピックがあって、まあ、研究対象としては、あのバリをやってると結構飽きないでいられるかなっていう、そんな感じで、特にその思い入れとか何かは最初はなくて、うんうん、まあ、来てみたら居心地が良かったという、うん、そんな感じですけど、ね、あ、その前に沖縄に入ってらっしゃった、まあ、入ってるっていうほどではないですけれども、うんうん、あの、あ、沖縄というのも、まあ、奄美の方なんですけどね、はいはい、しばらく本島ですか。いや、ね、奄美大島じゃなくて沖永良部っていう島なんです、沖永良部にいます。沖縄本島のすぐ北が与論で、はい、その一つ北が沖永良部なんですけど、うん、沖永良部と、うん、なんか特殊なんですか。いやいや、普通の島ですけど、でもそこにたどり着くの難しい。それは、いや、それはね、サークル活動で、その今、調査をこう学生がやるようなサークルがあって、あ、で、奄美の中で沖永良部だけがあんまり調査されてなかったんで、じゃあ行ってみようか、うん、取りこぼされてたみたいな、うん、沖縄のすぐ隣は、まあ、注目されやすい、その次っていうのはなかなか人が行かなかったんですかね。農業が中心で、これといったこうなんかをこう関心を引くようなトピックがなかったんでしょう。でも行ったら行ったでいい島でしたけどね、うん、もちろん。なぜご存知ですか、沖永良部。沖永良部は知らないけれども、うん、まあ、ちょっと話それちゃうけれども、うん、沖縄っていうのは実にバリに似てますよね。似てますね。似てますよね。それで、これはね、どこまで信じられるかどうかちょっと分かんないんだけども、僕の友達がいますね。はい、まあ、名前出していいかどうかわからないから一応、まあ、友人としておきましょう、はいはい。うん、で彼のところにね、ある時電話がかかってきた、沖縄からね。でどうもその今横浜にいるその彼と沖縄の人のね、親戚の女の子が横浜に住んでる、一人で。で夜中になると訳もなくね、一人で踊り出しちゃうんだって、ね、一人で踊り出しちゃう。それはどうしても自分で理解できないんですよ、その踊りが。なんで女性です、なんで私は踊ってんだろうって。それで沖縄のユタですか、うん、あそこにいるね、霊媒師というか、ユタさん、まあこちらでいうとバリアに近いものなんだけども、はい、でそこに相談人、ユタのところに相談人、はい、それでそのユタが、要するに霊を下ろしたわけですね。ほう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 。そしたら中にそのバリの言葉が出てくるんだよ。サジェンとかね、バンタンとか。それでどうもわけわかんない、なんだろう。それで僕の友達の非常に、うん、まあ、バリの芸能に詳しいね、友人なんだけど、で彼のとこに電話かかってきて、ユタに降りた霊が実はわけのわかんないこと言ってんだけど、こういう言葉知ってるか、ね、あ、それはお供え物っていうバリの言葉だよ。で実はその横浜で一人暮らししてた女の子はバリダンスを踊ってたらしいんだよね。はうん、それでなぜそんなことになったかというと、実はその神様が降りてきてお供え物を要求してる、うん、それが実は久高島なの。で久高島にはよくバリの神様がやってくるという話があるんですよ。でも横浜に住んでるんですよ、そのね。そうそうそう、うん、久高島とつながりがある、そうだね、親族の関係がある、うんうん、そうだったね、うん、だから確か久高島だった。でなんかね、あそこではバリの神様が時々やってくると。はあ、面白い話ですね。今ね、うちの家ってね、あのバリなんですよ、うん、今住んでる家がね、うん、で最近近所のお父さんがやっぱりなんか降りてきちゃったらしくて、うん、ひたすらね、バリスをね、うん、踊ってるんですよ。それはバリの人ね、バリの人だと思ったんですけど、うん、やっぱりその降りてきてなんかそういうメッセージがあるそう。まあちょっと話違ったな。いやいや、そんなことない。降りてくるっていうのは、まあさっきの宗教ハンドブックでもそうだけど、まあバリのその儀礼の中でクラウハンね、うん、まあトランスですよね。でトランスになって、でトランスに入った人に降りてくるのが、まあ悪霊であったり、あるいはその神様であったり、そういうことですよね。だから別に降りてくるっていうのは、うん、まあ、沖縄まで行っちゃうっていうのはすごいね。ああ、沖縄まで沖縄まで行っちゃうんですかね。まあ、いっそ、うん、
そうね、うん、あの共通するなんかあるんでしょうね、文化の素地というか。どうなんでしょうね、どうなんでしょうね。両方見てらっしゃるから、ある程度何かしらの。どうですか。いや、それは何とも、そういう風に振られても何ともコメントのしようが。あ、教授としてはあれかな、やっぱりそのなんですか、見えないものの話じゃないですか、っていうとまた分野が違ってくるのか。でもないんだけども、まあ、民族学とかね、そういう民族ってのそういう、なんていうかな、もっと文化人類学とはまた別の民族学っていうレベルでは、そういうユタだとか、そういう人たちの、あるいはそのイタコの研究だとかっていうのがあるから、降りてくること自体を、なんていうかな、いわゆる超常現象として見るというよりも、やっぱりその、もっと、なんていうんでしょうね。バリでは日常茶飯事ですよ。まあそうですね、まあ、沖縄でもほぼ日常茶飯事、まあ、もちろんその地域とか、信じる信じないっていうのはありますか。 ありますか、バリ人で信じないって人あんまりいないですよ。いや、意外といますか。いる。あ、本当ですか。だからまあマジックの話なんかもここではよく出てくるけれども、全く信じない人間もあり得ますかね、うんうん。それで話戻しましょう。はい、で、吉田さんがそのバリについてその研究されるようになったのきっかけは、まあ、今さっき言われたようにちょっと大した思いなんか理由はなかったということなんだけど、その割にはかなりそのなんていうかな、力作をね、産んでらっしゃるわけですよね。まあやっぱり面白いところですよね。どんな風に面白いかね。まあ、やっぱり最初のこう期待とかイメージを裏切られたっていうところですかね。あ、最初僕はあの、まあ、やっぱり宗教に関心があってまあ来て、でそのさっきその沖縄の人の話に出てきたサジェンですけども、その供物のことを調べようと思ってですね、供物でそのまあウパチャラっていうかまあ儀礼ができてて、でそこをこうできるだけこう詳しく調べたいと思ってたんですけども、結局あまりにも複雑 で、でこう小さなパーツからこう複雑なこんなね、あのカゴに入ってる供物の意識のあれまでものすごいあのやっぱり複雑なので、ちょっとこれは一人で調べきれないと思って、そこでまあ一旦挫折したんですけどね。あのまあ、確かに僕らは、まあ、バリに観光客としてやってくる人たちも、まあ、道歩いてれば必ずその道端あるいはその祠みたいな、あるいはお社みたいなところにあの小さなお供え物がありますよね。吉田さん、そのバリのざっとねお供え物の分類というかざっとで結構ですけれども、でちょっといやいや、それは難しいです。難しいですね。あのまず、その神様に捧げる供物と、はい、うん、まあ、あの悪霊っていうか、まあ、豚っていうやつですけど、はい、に捧げる供物と、うん、でその神様っていうのは要するにその人間が地上にいるとすると、うん、天界にいるのがまあ神様で、はい、でその祖先もまあ一応神様に入るわけですね、はいはい、でそれ天界にいるそのあの神様や祖先に捧げる供物と下界のその悪霊に捧げる供物とに、はいはい、まあ、一応大きく分かれてそうですね、でただその共通してる供物も結構いっぱいありますし、共通してるっていうのはその供物の内容について共通してる、うん、同じその名前の供物が両方に使われるとか、ね、いうこともありますから、完全にこう2つに分かれるわけではありませんし、 あとその例えばその結婚式とか、オトンですかね、あの誕生日ですね、はいはい、ああいうのではその要するに人間に捧げる供物があるんですね。だから正確には人間に捧げるんじゃなくて人間のその霊魂に捧げる供物らしいんですけど、でまあ霊魂っていう意味ではまあ神様と一緒なんですけども、ただちょっとまた少し違ってるところがある、そういう意味ではまあ3つに分かれる、言えば分かれるかもしれないですね。なるほどね、大きく分けて3つですね。で今のお話の中で例えば悪霊というか、まあ、豚からですね、それにまあ、うちでも毎日お手伝いさんが
茶なんですね、お供え物を作って、でそれとあと、まあ、そういう日常的なのとは別に、これは時々ね、バリ人のその仕草として見るんですけれども、例えばワロンネ、あるいは一緒に食事するときに、まあ梨分骨じゃなくて梨チャンプルだったらば、そのバナナの葉っぱをねちぎって、でそこにご飯をちょこっと乗せて、そのテーブルの下に置くっていうね、うん、あれは確か菜盤っていう、最もシンプルな、葉っぱの上にご飯を乗せただけで、うん、ああいう、なんていうか、祈りとはまた別に、そういうお供え物もありますよね。いいですね、バリバリはいいとこですね、そういう配慮をする、それ豚からですよね。うん、だと思うんだけれども、よく見かけませんか。僕は周りのバリ人、ほら家、僕が一緒に過ごしてる家のバリ人が多いので、家のご飯食べてる時には見かけないですね。買ってきた時とかですか、うん、あ、お弟子さん見たことあります。まあまあ、ちょこちょこだけど、うん、そうやって置かなくても、うん、これを出されて、お店で割るんで食べる時、ナッシャンプルを出されて、最初何もしないんですよ、うん、でしばらくして食べ始めて、うん、今何だったのって言ったら、うん、いやちょっと捧げてから、うん、そういう人もいました。じゃあ今食べようとしてるそのナッシャンプルなら、ナッシャンプルを丸々とりあえず捧げて、うん、その残りを自分が食べるって感じなんですか。うん、吉田さんの本にも書かれてるし、僕も昔ある観光ガイドに連れられて、その武崎寺院に行ったことがあるんですよね。連れられてっていうか、いや、まあ、うん、それでその時にそのガイドがね、バリというこの島の名前、はい、バリっていうのは、はい、そもそもお供え物だ、お供え物という意味だっていう。で吉田さんの本にもそういうニュアンスのこと書かれてましたよね。それは事実なんでしょうか。いや、事実かどうか本当のところはわからないんですけども、うん、一説にはなんですけどね、うん、今でもバリでワリっていう言葉ありますけど、うん、そのワリっていうのがサンスクリットの言葉 で、うん、でそのワリがなまってバリになったらしいっていう。ワリっていうのは WALLI ですね。ワリ、まあ、儀礼とか供え物とか、なんかそんな感じの意味。インドネシア語でワリコタって、例えば副市長ですか、ワリ、うん、ワリコタ、そのワリとは多分違うんじゃないですか。そうですか、うんうん、ワリがバリになったんだ、うんうん、W が B になる、あ、W は B になるんですよ。あ、そうなんですか、うん、ウェシってね、パグルウェシのウェシ、W、うん、あれはブシになる、ベシになるんですか。ってことはかなり信憑性が高いってことですね。ワリからバリになるっていう可能性はあるということですね。いつぐらいからバリって呼ばれるようになったんですか。それは歴史の話だよね。いや、出てくるよね。マゼランがね、うん、マゼラン、マゼラン、マゼランが、うん、世界一周してる、うん、あのマゼランの頃に、うん、どうもこの辺、この島が、うん、やっぱりバリとかバレとか、なんかそんな感じで、そのスペイン人が書いたその地図に書かれてるらしいです。あ、そうですか、マゼランって何世紀ぐらいですかね。16世紀ですよね。16世紀ですね。だけど、うん、そうか、うん、ロンタルなんかではそのバリについてのその記述ってあるんですかね。どうなんでしょうね。あるとは思うんですけど、ね、その島の名前をそもそも書いてない可能性はありますね。ありますね。その一つの王国としてはそのアイデンティティがあっても、うん、島全体をこう認識してないかもしれない。はい、それよりはケルケル王朝とか、うん、そういう名前の方はやっぱり他の国からしたら、そういう書類っていうか、そういうのに残りやすいって言うんですかね。パリっていう集合体としては見てないですね。パリ人はそういう意識なかったかもしれないですね。なるほどね。さっきのお供え物の話で、おとんという言葉出てきましたね。はいはい、まあ、子供の、バリ歴の誕生日。うん、誕生日ですよね。こてちゃん、子供頃が何人もいらっしゃるから、おとんについてちょっと、
急に振られてるそうですね。ほとんどについて。いやでも最近やってますか。最近やってますか。やってますよ。やってますよ。一番最近の思い出しながら。そうですね。なんか区切りがあるんですかね。数字で1回目と3回目と何回やったらもうあとはもうやったりやんなかったりとかっていう。あれ一番最初は5ヶ月目だっけ ?3 ヶ月目だっけ。おとんっていうのは210日です。210日だから1年か。7ヶ月くらいですね。半年ちょいですね。マリの暦だと1年だよね、210日だから。そうですね。うちの子供が生まれた時に、僕はあの嫁さんも日本人で、日本人じゃないですか。で、その、サツブーラントジハリとかおとんとかを一応やっときたかったんですよ。で、マリ人の子の大家さんのところに、ちょっとやりたいんだけど手伝ってくれないって話をしたら、あ、いいよいいよ、じゃあマンクに聞いていくねって、マンクのお坊さんにね、聞いてもらったら、ダメなんですって。あの、やるんだったら、もう成人するまで全部やらなきゃダメで、その、こことここだけ見繕ってやるっていうのは、ダメなんですって。やっぱり、そのいいとこ取りじゃない、別にいいとこ取りするつもりはないんですけど、やっぱりなんですか、敬意を表してというか、やっぱり前に住まわせてもらってんだから、それはしたいなと思ってやろうと思ったんですけど、やっぱりその中途半端に逆にやらない方がいいっていうふうに僕なんか言われたんですよ、日本人夫婦としては。こてっちゃんのところはあのお子さん生まれた時に、あの後山って埋めました、あ、うちも埋めました。あ、やっぱ埋めました。あれは埋めましたね。 あれ場所どこに埋めるの。あれは母屋と、うちの場合ですけども、で、あのバレダギンって儀式の建物あるじゃん、それのちょっとずらした間っていう、あれやっぱり埋める場所も決まってるんですか。確かね、男と女の右側左、男が右側でしたね。そうですね、向かって右側、うん、で、女の子は左側、埋めるってどのぐらい掘って埋めるの。木掘った穴は50センチぐらいです。結構深いですね。深いね。で、それはもうそのまま一生というか、もう多分すぐなくなっちゃいますよ。まあね、なくなっちゃうんですか。え、壺に入れとくんですよね。え、でもその素焼きの壺だからすぐ割れちゃうし、割れちゃうんか。あれ埋めてすぐ朽ちていく。で、もうアリンコがみんな食べちゃうでしょ。あ、そうなの。今のその、要するに胎盤、胎盤を壺に入れて、で、それを埋める、土の中に埋める、それは目的は何ですかね。なんかね、守り神らしいですよ、その生まれた子。一緒に生まれてくるなんか 4人の兄弟がいて、でその4人の兄弟なんかその、胎盤とへその緒とその血と羊水かな、なんか。あ、そうですか。で、なんかその 4兄弟がその赤ちゃんをこう霊的に守って、一緒に育つし、まあ、守ってくれるみたいな。なんかインドネシアだけじゃなくて他にもあるらしいですけど、ね、そういう考え方。アジア系の、太平洋の別のところに。それやっぱり4人ですか。いや、そこまではちょっと覚えてないですけどバリだとあの今おっしゃった4人だ、カンダンパって言い方しますよね、でそれ一生守ってくれるっていうことなんですかね。どうなんでしょう、ね、赤ちゃんの間だけなのかな、どうなんですか。ある程度一生守ってくれるっていうふうな、だったような気がします。ちょっとあのしばらく家を離れて、多分僕とか日本帰る時とかは、なんかやるんですよね、その行ってくるよって挨拶を、そのああ埋めたところに、埋めたところは何かその印か何か置くの。木を植えるんですよね。え、木を植える。うちは石の風習とか。石、あ、石を置くんだ。いや、木を植えるっての僕も聞いたことありますね。あ、よかった。うちの親さんとかの風習しか俺知らないから。木植えるんだって。うちは植えてない。で、1週間の間はね、ろうそくをずっとつけておいて、生まれてから絶対絶やしちゃいけないよ。ろうそくを、線香じゃなくてろうそくを、ランプ的な感じで明かりを灯してあげてっていう感じで言われたんですよ。で、オイルランプをつけてみて、まあ、消えるんですけど、まあ、それはまたつけて1週間まあ、絶やさずにつけてあげてっていうふうに言われてたんですよ。その時お供え物はお供え物は、してましたね、毎日。まあ、一応何をしてたかな、僕はっきりと覚えてないんですけど、なんかいろいろあったのに忘れちゃった。なんかいろいろあるんですよ。なんか、とにかく一緒に育った兄弟とやっぱり何かこう
ご飯をあげる的なこともあった気がするね。この42日目とかは同じことをします。あ、同じことっていうのは食事も出したり水もあげたりとか、うん、そういうことで新しい服もちゃんとそこに置いたりとか、そういうこともやりました、ね。で多分ね、そのあたりになってくると、うん、村によって違ったり、うちによって若干、もちろんカーストによっても多分ちょっと違うんでしょうけど、うん、でそれでまたその地域によって全然こう多様でバリエーションがあるっていうのもバリの特徴。そうですね、バリの特徴ですか。沖縄とかだとだいぶ統一されてます。いや、沖縄でもやっぱかなり違う、地域によって違いますけど、まあ、僕はバリ語できないんだけれども、吉田さんはできないです。バリ語も随分違うらしいですよね、地域によって、ね、うん、例えばウブドとプンゴスカンでも違うとかさ、ね、ロットンドとも違うとか微妙に違う。ましてカラガッサムとホコトだったら、ね、微妙に違うらしいけれども、あの今あの言葉はともかく、そういう今オトンで子供のね誕生を祝う、あれも儀式になるのかな、記念日みたいなもの。儀式なんですか。うん。それで小手ちゃんのところがそのお坊さんを呼ぶの。呼びます。はい。あ、その都度。うん。それはさっきトシ君が1ヶ月と7日。うん。サトブランテルハリンでさっき言って47日ですか。42日。42日になる。うん。でその間はずっとその埋めたところにお供え物もしてる。で42日目に。いわゆるウパチャラがあるわけ、それはどんな内容だ。それはだから赤ちゃん本人は初めて地面に足をつけるっていうのがあるじゃないですか。42日目だっけ。そうです。3ヶ月じゃなかったっけ、足つけるの。3ヶ月よ。ウパチャラティガブラってね、3ヶ月もありますよね、うん、足をつけたのも確か。あれ違うブラン。あ、だからだから、うん、違うブランだった。違うブランだよね、確かね。3ヶ月ですね。そうですね、うん、そうね。なんか本当に生活してるだけの人ってなかなか覚えてないんですよ。やっぱり僕ももう忘れてますけど。違うブランだったはず。違うブランですね、うん、確か足つけるのは多分。42日はその身内というか、お母さんが不浄な、そう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 、汚れの文化。たまたま先月、はい、あの僕のところスタッフが2人、まあ男だけども奥さんがそれぞれあの立て続けに子供を産んで、立て続けに2週間ぐらい休んでたんだけども、でそれは奥さんがあの不浄だから、不浄だから結局台所に入れない。そうなんですよ、うん、そのために旦那があのいろいろ面倒見なきゃいけないんで休むわけだよね。これも日本だったらば多分クビになっちゃうだろうけれども、ね、お前が産休取ってどうするんだって言われちゃう。まあ今どう法律的 法的にね、うん、あのどうなってるかわからない。まあ、育児休暇は男性が取ったりしますからね。しますよね。あ、しますかね、今ね、うん、まあ、まだ少ないですけど、ね、少ないですけれどもね、うん、で42日間が不浄なの、あの産後。確かに、うん、そう、それはそうですね。台所入っちゃいけないの、確か42日間台所もそうだっけ。産後に入れないんですよね。産後、うん、に入れなくて、じゃあそれ地域によって違うかもしれない。うん、手頃が取れて、うん、っていうのがうちは台所ダメだ、うん。ああそうか、ってことは7日か。7日ぐらい。ああもう曖昧。曖昧。うちは、うん、確かそうだ。うん、7日ぐらいだったと思う。7日か、そうか、うん。7日ぐらいだったと思うな。浮上、いわゆる浮上期間っていうのがね、うんうん、汚れっていうあれですかね、文化的に言うと汚れっていうのはそうですかね、うん、沖縄とかにもあるのかな、あるでしょうね、あるでしょうね、アジアと、観光客でもすごく気をつけなきゃいけない、まあ特に女性だよね、うん、まあそうですね、うん、生理中の女性がね、はい、まあ寺に入っちゃいけないとか、そういうのはあるありますね、うん。でちょっと話がだいぶ変えちゃいますけども、ちょっと聞いておきたかったのが、うん、最近その中でそのチャランとかを研究してはった後に観光のことを最近は結構メインに、ね、研究してらっしゃるという話を聞いて、ちょっとその辺の話を聞いてもいいですか。はい、
なんか寂しそうにしてました。寂しそうだったんでやめます。いやいやいいですいいです。いやいやいやまあまあ、あのいやもうちょいもうちょい突っ込んだ後に最後に行きますか。あのね、まあたまたまあのおとんってね、子供の誕生を祝う話になって、そうするとこれ例えばおとんに始まると最後人間の死、死の儀礼までね、はいはい、画弁だとかさ、はいはい、プレボンとかね、はいはい、ついこの間そのウブドで大きな、ね、あの葬儀があったんだけれども、まあそのバリっていうのはまあとにかく儀礼の島であるし、はい、まあ、お供え物もそうですけれども、はい、それと生まれてから死ぬまでのさまざまなね、うん、儀礼があるのを、これも吉田さんに伺おうかなと思ったけど、これまた長くなっちゃうから、うん、まあでも聞いていきましょう。いやいや、いやすごく長くなってしまう。うんうん、途中で終わったとしてもそれは全然本望ですよ。本望ですか。全然聞いていきましょう。どうですか。いや、どうですか。そんな壮大な話なんですよ。何についてどうなったのか。どうどうしようかな。画面の話でしょうか。最後の話からするでしょうか。生まれた生と死にしましょうか。じゃあ今日のテーマは。今日のテーマ生と死ということでお送りします。バリ島生と死。バリ島かなり大雑把な。今日ちょうど生の話がいっぱい出ましたから、最後の週の終わりの死の話なんだけど。逆に皆さんにちょっと聞きたいんですけど、はい、死ぬ時はやっぱりバリ式で死ぬつもりですか。おー、なるほどなるほどなるほど。すごいですね。これ僕からあ順番から言うと僕だね。僕が一番先で。じゃあ、高校代ましょう。高校代。若い順に。僕はまあ全部まあ先の話ですけど、僕はやっぱ日本人夫婦なんですよ。そうです、ね。なのでやっぱりバリ人に画面に伏してもらうこともできないし、結局は僕はやっぱ日本式になりますね。あの仮装してもらって、まあ、日本の他に入ることになると思います。あ、じゃあ向こう日本。僕は日本ですね。やっぱ外人なんですよ、僕は最後まで。日本人夫婦ですから、やっぱバリ人の社会には入れないというのは徹底的にありますね。なんだろうか。いやいや、いいですよ。そういう感じが僕はありますね。そうね、お墓がありますんで、日本に。一応それを守んなきゃいけないとかいう親父の話も含めて、日本で貸そうかな、僕は。というわけで。ねえ、うちはどうなんだろうね。というか、まあ間違いなくこっち式で終わっちゃうと思うんですけども、画面で画面の前に多分埋められるからね。ああ、一回ね、一回だから小鉄さん久しぶりって言ったらもう偉い状態だ。ちなみに小鉄ちゃんってポッ、あ、やりました。もうやってあるんですね。ワンジャーの1位なんですよね。もうね、まあ一応金ばっかりお仕事に出てるけど、だって小鉄ちゃんはヒンドゥー教徒なんだよね。だから、うん、でヒンドゥー教徒だからすで、にもうあの資格があるわけ。あ、そうそう、うん、あ、そうだね。画弁してもらえる。だけど都市とか僕の場合にはヒンドゥー教徒じゃないですよね、うん、あのヒンドゥー教徒ではないから、そうそう簡単にはいかないんですよ、ね、だからいくらそうしてほしいという希望を持ってても、まあ、死ぬ前に一応それやっとかないと、うん、ここでは。そもそもなぜそんな質問をされたんですか。いやいや、素朴な疑問ですよね。そうそう、バリ人はもちろんその地元でやるわけですけれども、結構バリ人もこう都会へ出てったり、バリから離れてる人とかも結構いるでしょうし、これからどんどん変わって、あのヒンドゥー教徒だから多分ヒンドゥーのやり方をやるっていうのは同じ、それは変わらないとは思うんですけれども、回収しない限りね、ただどこでそれをやるのかとか、で仮装もすごく今シンプルなやり方から、その今おっしゃってたそのウブドの王宮でやるようなその大きなやつまでいろいろありますし、あのこの間もあのアパのニョマでちょっと話してて、やっぱりもう今2、3日で3日ぐらいですかね、死んで3日ぐらいでもう仮装をやってしまうっていうのは結構やっぱり多くなってきてて、で結局それ供物を買ってやるからなんですね。準備期間じゃないってことですか。要するにそのもともとは自分たちで作りますよね、供物って。でそれがもう当たり前だったわけですけど、今どんどん買うようになって、でその買う分、要するにその時間短縮できるっていうのもあって、だからそのバリ人の仮装のやり方も多分全体的にはそうやってシンプルになっていくのかなっていう気が、まあお金持ちはもう盛大にやってもうひけらかすわけですけど、
かお金を持ってない人たちなんかで言うとどんどん簡易化されて簡易化して、うん、でみんな結構やっぱり仕事で忙しいでしょうし、でバリがその観光地として、まあ、この先どうなるのかっていうのもありますけども、こう、まあ、今か今以上こう観光地としてこうね、あの行くんだったら多分 それが宗教の方にもちょっと影響を与えるのかなみたいなことをちょっとは考えてます。どうですか、僕は、まあ、バリ17年住んでいて、はい、でこの間に、まあ、ウナベンというかね、はい、仮装を随分、まあ、たくさん見てきてるじゃないですか。それで実は僕の意見というか印象ですね、ずっと眺めていて印象は今吉田さんが話されたのとは逆に、その経済力が高まってくるに従ってやはりその仮装あるいはその、まあ、葬式だね、うん、葬式がよりなんていうかな華やかになってる、盛大になってる。で今3日で、まあ、亡くなってから3日後にっていうのは多分何か理由があったのかもしれないし、またそれだけのその常に出来合いのその備え物を買う、まあ、経済力もあるということで、まず経済力があの裏にねあって初めてそれ実現できますよね。で一方でね、これはまあ去年僕のうちのスタッフ1人3ヶ月ぐらい休んだんですよ。で最初の1、2ヶ月はとびとびで休んでた。で最後の1ヶ月、この3ヶ月の間の最後の1ヶ月はまるまる休んでた。これ父親の葬儀のためで、もうこの3ヶ月にわたって、父親の葬儀の準備が始まってて、それで一体葬費用いくらかかったんだって聞いたら、その時点で2億ルピア。2億ルピア、どこからそんな金出したんだ。土地を売った。土地を売って、その売ったお金の、まあ、一部で、で2億ルピアをかけた。それでまあそれぞれの家の事情があるんだろうけれども、彼のところはお父さんが亡くなってから24年後に仮装になったんですね。でしかも亡くなる前のお父さんは満空してたんですよ、あのお坊さんやってたからね。でずっと長い間葬儀できないまま、まあ24年か5年経って、ようやくで、だから多分家族のなんていうかな心意気というか、まあ仮装を盛大にやりたいっていうのもあるんだろうけれども、2億ルピアすごいね、日本円でいうと約200万円ぐらいですね、うん、でカストでいうとあのいわゆるスードラの普通の海藻なんだけど、で実際にじゃあ何にそんな金かかったのかとね、バービーグリーン。あーそうですか。豚をね20頭とかさ、屠殺してるんでね、でバービーグリーン作ってとか、要するにあの実はウパチャラというかそういう儀礼の中で自分たちでね作る、例えば竹を買ってきて、あるいはココナッツを切ってそれでっていうのはね、そんなに費用かかってないんですね。要はやってくる人たちの手伝ってくる、そう手伝う人たちの振る舞い、食事、コーヒー、それから定期的にバビグリーン作って豚の丸焼き作ってっていうね、なんかその日そこのね、だからやっぱり3ヶ月準備かかってるからだと思うんですよ、で、その確かにこう派手になってるところもあると思うんですね、で、その典型が、ナベンコレクティブっていうんですか、あの村で一緒にやりますよね、はいはいはい、合同葬儀、はい、あれはある程度こう豪華にして、でもみんなでやるから人ある程度その抑えられるっていう、はい、なんかそういう妥協の産物っていうか、ね、昔はなかったんですか。昔はなかったんですか。あの地域によってはやっぱりそういう方式じゃないとできない人たちが多いから、やってカラガサムの方は昔からあったっていうんですけどね。で、あのね、なんかね戦前に、なんかね記録であるのは1900
30年代の後半とか40年代入ったぐらいとか、うん、そのあたりで初めて あるんですよね。確か僕写真でね、古い写真で、見たことある。いわゆるガベン、まあ、吉田さん英語使ってたけど、これガベンマサルって言って、まさに今この7月から8月にかけてがガベンマサルのシーズンでね、マスはもう終わったし、今プリアタンで、はいはい、プリアタンのバンジャー、バンジャラタガスで、やってるけれども、それで僕、95年に僕ここ住み始めた頃にガベンマッサルの費用が、1家族あたり250万ルピアなんですよ。あ、安いじゃないですか。で当時のレートでいうと12-13万っていうところでね。さっきの2億ルピアが、2億ルピアは単独、単独、そうだから単独と、で今例えばこの間マスでやったガベンマッサルでもやっぱり1000万ルピアぐらい、だから10万近くかかってる。だからレートで言うと大体ガベンマッサルでも10万円ぐらいはかかってる、95年でも、95年から6年にかけても大体10万円ちょっとで、それから今もう1000万ちょっとガベンマッサルで、これもまあ、地域によって違うだろうけど、ね、そうですよね、でも随分その2億ルピアの後に聞くと随分いいなと思っちゃいました僕がマジだったらそっちでって思っちゃうぐらい、だから、まあ、これも、まあ、そのスタッフにね、なんでそんな金かけんのって、いやバリ人っていうのは大変だってさすっさムンジャでオランバリってね、バリ人でいるのは大変だって、いやバリ人やめたらって言ってそれはできない、だからなぜこれだけね、その死の儀礼に勢力を費やすんだと思われますか。あ、吉田さんの見解を聞きたい。ただバリだけじゃないんですよね。例えばスラウェシのトラジャって、タナトラジャね、僕行ったことないんですけど、あそこもそのバリ以上に30分延長します一応いいとこその死者儀礼っていうのは盛大で、あっちは牛ですよ ね、 そうね、まあ、豚も多分やるんでしょう。豚もやってます、うん、あれそこはキリスト教なんですよ、キリスト教なんだけれども、まあそういう、葬儀だから、あそこでは確か牧師さんも参加してるんです、伝統的な宗教もあるんですよね、で混ざってるんですよ、混ざってるんですよ、不思議な世界。タナトラジャの場合にはあれこれ日本のテレビ番組だったかな、なんかで見たことあるんだけれども、こっちのじゃないよな、とにかくね、家潰れちゃうんだよ葬式やって。ああ、だってさっきの話も途中っていっぱい作ったっていう、そのスタッフとかでもね言ったこと、だんだん先も葬りするじゃないですか、ああ家潰れちゃうじゃないですか、で、タナトラジャの場合もあれは見えですか、ただの、まあ見栄が大きいんでしょうね、ただ見栄だけでもなくて、やっぱりそうしなきゃいけない義務感はやっぱりあるんでしょうし、この間2週間前にそのスバックの特集で僕らが特集してだからタカちゃんってね、作られたのがタカちゃんって言われて話聞いたんですけど、やっぱ世界遺産登録されてスバックの方にお金が少し国の方から援助金が回るようになったらしいんですよ。で何をするかって言ったら、まずはそのスバックの川のそばの田んぼの中にある社をにまずそのお金を使ってそれを大きくするっていうふうに言ってたそうなんですよ、だから何て言うんですかね、そのすごく占める割合が大きいんでしょうね、僕らが思ってる以上のかなと思ったんですよね、そのお金入ったものを例えばお葬式だとか、そのこの間そばって話してると、そういう田んぼの中にある社だとかにお金そのまま回したい、見えだけじゃない何かがあるのかなというような気がしましたけど、どうでしょうか。ああ、まあツバクの場合っていうか、それはちょっとなんていうかな、とりあえず壊れてたり、あるいは汚くなってたりね、みすぼらしかったりした、そういう社をまず建て直すっていうのは分かるんだけれども、その今吉田さんが言ったバリだけじゃなくて、例えばインドネシアで言えばタナトラジャもそうだって言われた時に、まあ
共通してるのはやっぱり祖先崇拝の強さでしょうね、うん、祖先崇拝の強さと、あとこれは僕個人的にはまあ彼らが、まあ、彼らというのはバリの人たちだけども、やっぱりその輪廻転生というか魂がきちんとその行くところまで行って綺麗になって、そしてまたこの地上に戻ってくるというその最後の締めの儀式としてやっぱりあのきちっと抑えておかなきゃいけない、だからあの滞りなく完璧な死の儀礼を取り行うんだじゃないかなというふうに思うんだけどね。ただお金の大きさについてはこれもその例えば物価が高くなってきたりあの、ね、全体的にまあ高くなっていくのはあの仕方ないというか当然だと思うけども、ね、日本もそうかな、結構、まあ、日本人はね、人によっては結婚式にいっぱいお金、ちょっと世代がちょっと上かもしれないですけど、バブルの頃から葬式にお金かける人もいるけど、まあ、かけない人もいる。大名にお金かけたりしますよね、日本だとね、特にね、一文字何十万だとかいう話聞いてますよね。そうだね、そういえば ね、うん、それもなんか、うん、見えではないですよね、なんかしてあげたっていうので違いもあるのかな。亡くなった人に対してできることをしてあげることで自分がこうちょっとこう見送ってあげれたぞっていう気持ちもあるのかな。どうでしょうか。ごめん、目が泳いで。目が泳いで。それだいぶ死の話は難しいんですけど、どうでしょうか。でも画面っていう文化は結構バリにおいてはお祭りじゃないですけど、賑やかにやるじゃないですか。タナトラジャっていうのもそうなんですか。それはまた、賑やかに。やっぱり賑やか、盛大に送り出すよね。あれですよね、その、まあ、石田さんも書かれてる、あ、ラメでしたっけ、ラね、あの、まあ、にぎやかっていうか、はい、あのバリで例えばお寺でおだらんがある、はい、普段のバリのお寺っていうのはまさに何もないね、セピー、何もない静かな場所でね、で、うん、あのところがそのおだらになると、もうガムランが鳴る踊りはね、奉納の踊りはある、それから人々がまあ着飾ってさ、晴れの日ですね、うん、まあ晴れの日だね、まさに晴れだよね、あれも特徴ですね、うん、日本は締めっぽくなっちゃうんですよね、何も違いなんでしょうね、葬式とかそうやってね、なんか厳かにっていう風な感じですけど、バリっていうのはバリの場合集落とかね、はい、村でやっぱり集落の行事になっちゃいますよね、お親戚だけじゃなくてね、個人の行事じゃなくてそのパブリックな行事になる、日本はその辺はね、せいぜい親戚止まりですもんね、そうですね、村元っていうのはよっぽど田舎、まあ隣近所がねちょっとこう協力するのは、あ、まあ田舎は確かにあるかもしれないですけどね、前にはもう全く見られないことかなと思いますけど、じゃあ完全にね、画面とか、まあ、そういうの宗教儀式もそうですけど、晴れの日じゃないですか。画面の日なんか結構みんなテンション高いですもんね。そうですよね。行くぞっていう感じで、くっちゃべりながら、あの、盛り上がりながらやってたりしますから。あの、石田さんに伺いたいのに、例えば、そういうその、さっきの生まれた時、まあ子供、まあ生ですね、生まれた時、まあ、おとんって、それから最後の画面まで、やっぱりこうやって、まあ、儀礼があの重なるじゃないですか。これはヒンドゥー教と関連はあるんですか。私インドのヒンドゥー教をそんなに詳しく知らないですけど、あの少なくともそのヒンドゥー、インドのヒンドゥーのそのなんていうんですかね、核心とは無関係だと思うんですね。バリにもともとあった土着のまあもともとかどうかもちょっとわからないですけども、まああのやっぱりこっちの方 の、 そのバリとか、まあ、ジャワとかにもあったかもしれませんし、もともとはそうですね、まあもともとヒンドゥー、バリのヒンドゥーはジャワから伝わってきてるわけですよね。
うん、それも本当にどの程度そうなのか分からないと思うんですけど、そうですか。あ、そうなんですか。怪しいんですか。うん、あ、怪しいんですか。あ、知らなかった。だってそのジャワーもバリももともと同じようなものがあって、はい、で、まあジャワの方はイスラム化してるわけですよね、はい、そうするとその例えばマジャパイトが潰れて、はい、マジャパイトからこう人がマジャパイトが潰れて、うん、人が流れたって話ありますけれども、ね、うん、本当にどの程度それが大きかったのかっていうのは分からないのかな、ね、分からないの、うん、一応なんか教科書的にはマジャパイトからその流れてきたまあ王族だとか貴族だとか、うん、それがバリにその移住してでそこでまた新たにヒンドゥーの王国が生まれたっていうふうに言われてますよね。それはある多少は来たと思うんですけども、うん、場合によってはそれはその王国の結構上の方の人たちで、うん、庶民はほとんど移動してない可能性が高いわけですよね、はいはい、そうするとそのマジャパイトの文化がこうバリにマジャパイトが滅亡して、はい、その文化が人と文化と一緒にバリに来て、うん、でそこからその今のバリの基礎が作られたっていうのはこれ多分その王族とか貴族からの見方になっちゃう可能性があるんですね。なるほどね、うん、庶民からの見方とはまた違うんじゃないかなって、うんうん、そうするとまあそういう流れっていうのもその1年や2年じゃなくてもかなり長い期間にわたってそういう流れがあって、そうするとマジャパイトから来たそういう人たちは結局バリでは支配層になっていったわけですか。それも本当のところは、まあ、例えばその土着のもともとバリの支配者がいなかったのかっていうと ある程度こういたんだろうと思いますし、その辺は、まあ、僕が知ってる範囲であんまりはっきり しない、ね、確定はできないんだと思うんですね、うん、なんではっきりしないんでしょうね。 文書として残っていないんですかね。例えば碑文だとかそういう言葉として書かれた言葉としては残っていないんですかね。残ってたとしても、うん、それがちょっと、うん、例えばその日本の古事記とか、ね、はい、日本書紀がその、まあ、神話のようなものであってっていうこと、そどの程度その真実を伝えているかっていう、うん、まあ真実も入ってるでしょうけれども、うん、上の方の人たちの都合のいい話しか載っけなかった場合もあるんじゃないかと。よくそのバリの人からいや自分の祖先はそのジャワから流れてきたね言いますよね、うん、っていう人でいるんだよね。で、まあ、僕の近くにもいるんだけれども、でいつでもなんか伝説の世界の話を ね聞いてるわけで、まあ、別にね突っ込んでじゃあ証明してみろっていうことでもないから、はい、あれだけども、うん、日本人で俺の先祖は武士だったんだからそういう話と近いのかな。大概の農民だったらみんな武士の先祖を持ち出してくるみたいな日本人にあるじゃないですか、うん、で俺の先祖でジャワから来たんだっていうのは箔がつくみたいなことあるんですかね、周りの中で。ちょっとさっき の, そのマジャパイトから流れて、ちょっとバリでヒンドゥーが成立したのっていうのは歴史的にはあまり確定できないわけですか。ちょっと難しいんですけども、そのいくつかの波はあったと思うんですよね、はい、でマジャパイトの前の時代に多分そのヒンドゥーの文化はある程度はあったので、うん、で、その後でまたマジャパイト的なものとかなんか後から来てるんでしょうけども、ね、こう何層にもこう重なってるイメージだと思うんですね、うんうん、その方が自然な感じがしますね。一気にこうっていう、そうだね、うん、そんなありえないもん ね一夜にして全てが、ね、ひっくり返るってことは。あの土佐木寺院ももともと、もう多分1000年ぐらい前から、うん、聖地だったはずなんですね、うん、でこう何度も何度もこう改築とか増築とかで、うん、いっぱい寺院ができてって今あるような形になってるっていう、そういう研究はあるんですけど、うんうん、だからそういう意味では、うん、この辺の由緒あるお寺なんかもどう考えてもこれご神体がこの木ではないかとかね、うん、いうお寺ありますよね、うんうん、あ連れてきてるってことですか。でその元々木がその
なんていうんですか、あのお祭りの対象で、はいはいはい、でこう敷地ができて、祠ができて、神の像も置かれるようになってっていう風になってったんじゃないかなっていう、うん、思わせるようなものがありますよね。うん、だからパドマサナっていうんですかね、あの、はい、こう今だとこうキンキンのこんな人形みたいな神様絵があって、うん、こんな祠があの北東の隅に普通のお寺はあるんですけども、うんうん、多分いまだにないお寺も若干あるんですね、うんうん、あるいはそれが、うん、あれどこだったかな、太郎村かなんかのお寺だとちょっとずれてたりするんですよね、うん、方角的に、うん、でそのなんていうかこうどうも祀ってたのはやっぱり木かなみたいなところがあったりしますので、結構お寺もいろいろ見ると面白いですよね。今の、まあ、武蔵寺院もそうだけれども、まあ、その聖地だったっていうこと で今のような 木だったり、うん、で寺としてよりもその聖地としてあの機能してたっていうことですか。オランダの研究で、バリ その戦前の研究なんですけど、バリのお寺の一番大事なあのものっていうのは何かっていうと、敷地だって言うんですよ。何にもなくて、こう敷地になってて、で神様ってバリの前に降りてきますよね。お祭りの時に降りてくるとかいう感じですから。だからその何かこう御神体を祀ってるっていうことよりも、むしろなんかやっぱりそれこそその場所が聖なる場所でっていうのがもともとあったんじゃないかっていう議論がありますね。場所に対する感覚ってあの、まあ、例えば僕は日本でだけれども、あの伊勢神宮とか、あるいは鎌倉八幡宮、はいはい、で特に伊勢神宮、これまあ神道ですね、うん、で下空とそれから内空とって、まあ、下空からさらに内空ってより奥に、うん、あのなんていうかな、神殿がある、はいはい、で初めて行ったのが80年代だったけれども、たまたま誰もいなかったで、冬のね寒い時期で、でその時に感じたのは、あの要するに何もないっていう、うん、何もない、ここには何もないっていう、何もないなんていうかな、ありがたさっていうか、何もない厳かさっていうかね。でたまたま、まあ、マリンであの普段お寺を覗いてみたり、覗いてって外からね、でやっぱりそのシーンとしてして何もない、何もないけれどもやっぱりそこが非常に大切な場所だっていうね、まあ、非常に感覚的な話だけれども、うん、そういう点では今のね吉田さんが言われたオランダの学者の話っていうのはよくわかるし、それとあと例えばムチャルーって場所を清める、うん、場を清める、それからあと例えば統計のようなもので、地霊というか豚からに血を捧ぐ、そこの、まあ、その土地ですよね、あるいは場所をね、場所に関わっていくっていうか、うん、あるいは場所を浄化していく、はい、それは多分彼らバリ人の一つの何て言うんでしょうね、何て言ったらいいのかな、宗教観とはまた違うんだろうけれども、うん、確かにその土地っていうのはすごい大事にしますね、土地っていうかその場所っていうことに対して、うん、場所を、うん、その割にはゴミだらけだけどね。まあ、それはそうですけど、うん、うちのその大家さんがあのバリアンなんですけど、うん、その降りてきちゃったバリアンで、修行したバリアンじゃないんですよ、うん、ある日急に降りてきて、うん、あなた治療しなさいってなって、うん、急に治療できるようになったっていう人がうちの大家さんなんですけど、うん、その土地を離れたらダメなんですって、うん、離れた瞬間にできなくなるし、あなたが選ばれた以上離れちゃいけないっていうことで、うん、本当はほら、男の子供だけが家に残っていくじゃないですか、うん、でそのバリアンの方は女性なんですよ、うん、長女じゃないですけど、まあ、女性の娘さんなんだけど、うん、もう40ぐらいですよね、うんうん、いまだにその実家に残ってるのはその理由なんですよ。じゃあ結婚できないしてるんです、旦那さんが入ってる、あ、はい、そうか、うん、で子供もそこ育ってるんですけど、自分は嫁いで外には出られない、出られない、じゃあその家の敷地内にいなきゃいけない、いなきゃいけない、その離れたらダメなんですよ、離れたらもうその力がなくなってしまう、力がなくなるし、そうやって選ばれている以上離れるわけにいかないらしい、
やっぱ、特殊なんですよね、うん、そこから離れないっていうのがすごく大事みたいで、うん、そのバイジンに対するその土地の感覚ってなんかすごい、さっきの話って出てるのでしたけど、うん、違うんでしょうね、日本人の感覚とは。お寺にしたってその土地というか、うんうん、うまくまとめてるんですか、まあ、いや、聖地から始まったっていう話は、まあ、なんていうかな、分かるというか、納得はいきますよね。だから、その宗教的な、なんかそういう体系的なものがね、あって、でそこを、そこがその中心になるというよりも、やっぱり人間の感覚で、聖地と呼ばれるところに、なんか、その拝みたくなるというか、あるいはその敬虔な気持ちになっていくっていうか、聖地からその寺が生まれるっていうのは、うん、感覚的にはよく分かる。そうですね、うん、多分そういうもんなんだ。そんな風にして、まあ、バリのなんていうかな、ヒンドゥの話で最初の頃、はい、まあ、よく分からないっていうのはなかなか、そうなんていうかな、うん、言われてるほどそうではないんじゃないかっていう話も出たわけですけどもね。あ、そのマジャパイトの話からね。そうそう、うん、で、これまあ吉田さん詳しく研究されてるのは、そのヒンドゥ、今のバリのヒンドゥが形成されるその時代、実はそれほど昔ではなかったっていう、うん、その話をちらっとしていただけますか。まあ、その今のバリ人たちが一応こう公式に持ってるような、まあ、考え方ですよね。要するにそのヒンドゥっていうのは一神教だっていうわけですよね。で、そのサンヤンウィディワソーっていうそのたった一つの神様を信じてるっていう、そういう考え方が、まあ、定着してきたのはここ数十年。あれはってなんか作ったんですもんね、宗教書なんかね、うん、一神教にしなきゃダメだって国が言い出して、っていうか、まあ、国がその一神教、要するにイスラムが多いですからね、一神教優遇政策みたいなのを取って、はいはいはい、でそれに対してバリ人たちがじゃあ俺たちも一神教にみたいな感じで運動を起こしてっていう、そういう感じですよね。もともとのそのなんていうか原型は戦前 の、はいはい、1920年代とかにあったらしい、30年代かなにこうひな形ができてたみたいですけど、実際全てが一つにつながるというような話ですかね、うん、サンヤンウィディワサに全ての神様が、うん、ただその名前はね、まだ確定してなかった ない時期ですか、うん、そういう、なんていうかな、変化って現実際に、まあ、そのどういうことなんだろう、まあ、だから長い間っていうか、一応まあ多神教で来たわけですよね、うん、でその中から一神教へ、その、なんとか、一神教に変えていくっていう、その、何がきっかけでそういうことが起きる、まあ、戦前の場合ですけどね。もともとヒンドゥーが多神教ですもんね、一神教じゃないですもんね。ただね、なんかヒンドゥーが多神教だっていうのも、うん、どうもその多神教の中でも、例えばシバ神が、うん、こうダントツで信じる人たちがいたりしますから、うん、多神教だから全部の神様をこう対等にというか均等に、うん、重視するわけではないので、そういう意味ではその一神教のにこう変えていく、そのなんていうんですかね、下地みたいなのはもともとあったっていうふうにも考えられると思うんですけどね、うんうん、一神教から多神教は難しいと思うんですけど、そうですね、難しいね、これは難しいでしょうけど、ね、多神教を一神教にこうちょっと形式的に整えていくっていうのは、うん、まあ分かる気がします、ね、その場合に例えば多神教って、まあ、ヒンドゥーの神々ですよね。でそれは例えばシバ神だとかウィシュヌだとか、まあ、そういうのも、それからあと例えば今のね、そのバリの人たちの暮らしの中で、例えば稲の神様デブイスリですか、デブイスリだとか、それから、ガネーシャだ、ガネーシャもある神様なんですね。でまあいろんな人たちというか神様たちがいて、でその中で例えば人気投票したわけじゃないですよね、うん、だからそのすでにあるサラスワティもそうですけども、うん、いろんなその神様
のどれかでじゃなくて、ええ、別の神様をポーンと持ってきてこう束ねたっていう感じ。そこがわからない。あ、そうなんですか。そういう感じなんですか。うん、そうなんだけど、よくまあ見つけてきたなっていう気。あ、そうなんですか。どうやって見つけてきた。確かね、その改革運動の中心になってたブラフマンのお坊さんかなんかが古文書の中から見つけてきたらしいです。名前はじゃあ昔からあったんですか。サンヒャ全然知られてないはず。知られてないけど、文献には残すと。文献にはサンヒャミニワさんっていうのは。それもそのいくつかちょっと似たような名前があって、うん、これかなこれかなみたいな感じで、そのサンヤウィディワサっていうところまでこう統一したのはもうちょっと後ぐらいの感じなんですよ。もうちょっと後っていうのは戦後になって、戦後のもうちょっと後、あ、さらに。だからその文献ではある程度統一神だ的なニュアンスはあったんですよ、文献の中に。多分そうですね、うん、あ、いや、統一神とまでははっきりなかったかもしれない。この神様もいるぞっていう一人だったのその段階で。あのね、そもそも神様の名前じゃないんですよ、ね、あ、違うんですか。なんかね、そのすごく抽象的な概念みたいな、あ、それを神の名にしてた。取り引たカルナみたいな。いや、それは違う。ちょっと待って、あの、うん、あの実際バリの人から聞いた説明の仕方だと、まあ、そのヒンドゥー、日本でいうと八百万の神とかね、ヒンドゥーにもいろいろ今でちらちらと出てきた、その中のを統一するっていうよりも、それを何ていうか、背後に一つの力として存在しているのが、あのサンヒャンウディワサで、そのサンヒャンウディワサの一種のパワーとか、あるいはその現象っていうのが芝であったり、あの牛であったりって、そういう説明の仕方は聞いたことがあるんですけどね。そうするとだからすごく抽象的なものですよね。例えばそうだな、絵にはできないものですよね。だからあの偶像化することできない。まあでも絵は描いてますけどね。サンヒャンウディワサのあれじゃないの、チンチンが、あれはティンティンやんって言って、ティンティンやん、あれがごっちゃ、そう、あれが僕わかんないですよ、あれごっちゃになってんだよね。あれはサンヒャンウディワサじゃないんじゃないかな。あの肘とかが引いててるやつ、そうそうそう、こんな足をさ、立っててね。そう、ティンティンやんっていう神様もいるじゃないですか。僕、ティンティンやんと実はサンヒャンウディワサのイメージが被っちゃってるんですよ、ね。普通のバリ人多分被ってると思います。厳密には違う神様なんですか。っていうか神様じゃないんでしょ、ティンティアっていうか、ティンティアンっていうか、そのサンヒャンウディワサは、そのいやでもね、多分神様なんですよ。あ、いや、そういう競技場は、今は難しいね。で、あの、例えばその今の僕ちゃんとそういうのを調べてないんですけど、調べたいなと思って全然調べられてないんですけど、70代ぐらいのバリ人とかね、ぐらいだと、要するに学校教育でそんなこと教えられてないわけですよね。多分ギリギリそれぐらいの世代だと、もうちょっと後ぐらいの世代だと学校教育で宗教の時間にそういう話を聞いてると思うんですけど、だからそのヒンドゥってどんな神様を祀ってるのとか、唯一神、最高神は何とか聞くと、なんかあのあやふやかもしれない。人によっては、うん、70代ぐらいの人に聞いた方が結構体感的な答えが返ってくるんですよ。例えばサンヤンウィディまでだったりね、ワソっていうのが抜けてたりとかいうこともあるかもしれないですし、あの吉田さんの書かれた中に、例えばそのオダランでもウパチャラでも、その年齢の高いお坊さんの場合にはそのね、サンヒャンウディワサのことは一言も触れないっていう、90年代は、90年代は、ね、うん、今はもう多分今はかなり浸透してるでしょうね、うん、もう世代もだいぶ変わってきてますね、うん、お坊さん。そこら辺の話、多分バリの人に聞くと、やっぱり彼ら学校で宗教の時間で教わってるから、うん、案外とね、すっとあの切れ味がいいかどうかわかんないけれどもそういう説明の仕方をね、するんで、若い世代ですか、うん、若い世代の人はね、
その習ってるからですよ、ね、いろいろな神様、うん、ヒンドゥーのいろんな神様とその三辺ウィデワサとの関係についてさ、実に教科書的なね、うん、説明を、うん、してくれるんだけれどもね、興味深いの。70代以上の体感的な話を聞いてみたいですね。三辺ウィデワサ、うん、まあね、本当どういう、どういう存在、ね、うん、存在でした、まあ、できれば90歳くらいのもっと年取った人たちがね聞いてみたいですね。どこまでも、今日もどこまでも奥深い、もうあっという間に1時間半過ぎました。そろそろ1回まとめなきゃいけませんけども、本当にどこまでも奥深いですね。ちょっとまとめを、じゃあナルさんに思うはずして、もう少し何をまとめるって、まあ、すぐにまとめなきゃいけないですけどね。あ、最後にちょっと、残念な、もっといろいろお話を伺いたいんだけれども、最後に今、まあ、吉田さんがゲストなんだよ、吉田さんを中心に、今吉田さんがその興味のあることというか、研究所ですね、研究の上で対象として、ね、観光のことを今ちょっとやってるんですけども、うん、バリの観光、バリと沖縄と両方合わせてみたいな感じでやってるんですけど、もうちょっとそのなかなか話ができないので、まあ、難しいですか、長くなる長くなっちゃうんだ。で、そっから、ちょっとさっき話したんですけれども、ここ何年間はそのバリの観光のことをいろいろちょっと調べたりしてたんですけどね、はいはいはい、もう一回今度観光と宗教のことをこうドッキングさせて面白いですね、っていうことができないかなっていうのを今年ぐらいからちょっと考えたいなと、観光と宗教のつながり、そのすごくね、観光と宗教っていうと、よくあるのは巡礼の話なんですね。ですね、日本はかなり、昔からお伊勢参りもそうだし、善光寺参りもそうだし、四国分88分、ね、そういうのじゃなくて、その土地に住んでる人が宗教を持ってるわけですね、バリならバリ、沖縄なら沖縄で、そこが観光地化していく中で社会いろいろ変わっていきます、ね、そういう中で例えばそのバリ人だったら自分たち多分一番大事にしてる宗教と、でもどんどんこうお金稼がなきゃいけなくなってきて、お金も欲しいけれども欲しいだけじゃなくて稼がなきゃいけない方向に追いやられてきてますよね、と思うんですけど、じゃないと食っていけないっていう部分作られてますか。昔だったら別に食っていけなくてもなんとかなるわみたいな感じはあったと思うんですけど、どんどんそういうのなくなって飯が食えればいいやじゃない世界になってきてますからね、ね、そういう中で、でもこれからどんどんその社会とか経済とかバリまた変わっていくと思うんですけども、うん、そういう中でその宗教がそのバリ人にとって持ってる意味とかね、はい、その生活の中での位置づけとかが変わるのか変わらないのかとか、若干は変わるんだろうと思うんですけども、ね、なんかそういうのをこう現在進行形でちょっと考えたいなみたいな、かなり壮大な話なんですけど、いやでもそれは、そうですね、興味ありますね、面白いですね。一回まあ宗教のことをちょっとまとめて、で今ちょっと観光のことをやってて、できるだけもうこれ一回一区切りつけたくて、でそれでこの二つを今度ドッキングさせてっていうことを考えています。興味はすごくありますね。それはその宗教意識が変わっていくっていうことで、それとも宗教、例えばバリの場合にはさっきから出てるお供え物であったり、あるいは儀式であったり、それが変化をもたらされるというか、まあこれ推測ですけど、変わるところと変わらないところがどの辺なのかっていう感じなんですよね。多分その宗教にお金かけるところっていうのはあんまり変わらないだろうと思うんですね、ただ一方ではお金いっぱいかけない方がいいって考え方もやっぱりバリ人持ってて、ただそれを実際に行動にはなかなか今は移せないっていう状況だと、それは どっかで切り替わるかもしれないですし、もちろんウブードっていうその観光地で、全く観光とは縁のないというか、あまり縁のないような土地とは随分違うと思うんです。その場合にやっぱり対象になるのはこういうウブードのような地域なんでしょうかね。まあ、両方見ないといけないんでしょうね。だからそれこそもう違いますから、地域によって全然違います。そうですよね、どこを取っても違いますもんね。カラガスさんも取っても違うでしょうし、カラガスもとウドの中間取っても違うでしょうし、だまあどっかにやっぱり焦点を当てていくしかないでしょうね。そうですよね。
まあ、ウブドなんかだとパダントガール、パダントガールが、パダントガールはモンキーフォレストを持っている、はい、でモンキーフォレストの観光収入っていうのは半端ではない。それで僕はこれはパダントガールの人に聞いたんだけれども、というかあそこでは小田原の時に各自資料を出す必要がないんだ、全部かあのモンキーフォレストの収入、ね、モンキーフォレストの収入で賄えるんだ。だから一層大きな儀式になっていて、それで例えば小田原について言うと、まあ、お坊さん、高僧が、この日はそうだ、今までなかったのに付け加えていく、うん、小田原の日をね、うん、くらいに膨らんでいく、うん、儀礼としてはね。ただそこで、まあ、今言ってもらいたいように、人はどう思ってるのかはね、よくわからないけども、そのことを。パダンテガルっていうのはすごい特殊な環境ですね。うん、もうかなり特殊だと思うね。パダンテガルだけでも随分いろいろ面白いことが出てきそうなぐらい、他のちょっと外れた文豪世界やクリアなんて違うね、違うね。でもともとウブドってパダンテガルが、なんていうんですか、母村っていうか ね。でも、うん、あっちじゃないんですか、あれはパダンテガルの所有かな。あのウブドの発祥ってあのグヌンルバンでしょ、グヌンルバンって聞くじゃないですか、うん、あれはパダンテガルのところのバンジュアル的に言うと、あれは結構なんかこの辺で、それこそスバクのお寺みたいです。あ、そうなんだ。この辺周辺の、うんうん、まあ多分ウブ道宮が一番こう変わったんでしょうけど、ウブ道宮とはパダンテガルとは全然関係はないみたいな。うん、ないみたいだよ。ないんだ、うん、じゃあウブ道宮という力もあればパダンテガルという力も今出てきてるのか、うんうん、その辺詳しく知りたいぐらい面白いと思う、ね、僕も知りたいです、ね、知りたいですね。ぜひ。パダンテガルって多分すごい特殊だと思うんだけど、じゃあ、吉田さんのこの観光と宗教のね、観光と宗教、うん、ぜひ、うん、来週じゃん観光と宗教で紹介するかもしれない、うん、あ、でも、ぜひ楽しみにしてます、うん、楽しみにします、うん、また本で読めるなりお話を聞けるなり、我々楽しみにしてますから、よろしいですか、ナースさん。1時間半たっぷりお話を聞かせてもらいましたけども、どうもお疲れ様。なんか言い残したことあれば、言い残した大丈夫です、奥さんに最後メッセージとか、大丈夫です、大丈夫です、あ、面白い。それでは一応最後いつもの流れで僕と小手さん締めますので、はい、ここまでのところで一応竹谷さんとナースさんには退場していただいて、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様、長い時間もお世話になりました、ありがとうございました。あっち大丈夫ですね。あっちで、まだまだ2人の話は続きそうです。ええ、まだまだ2人でラジオではないですけど、お話を続けさせていただいてですね。いやー、あっという間の1時間半。あっという間だったよね。1時間半。僕いた小鉄さんで、僕ね、なんだったら0回にしようかなと思ったぐらいに話を振らなかったんですけども、結局何回ぐらいだろうな、2、3回は出てきたから。いや、そんなにないよ。自分からは1回も切り込んでこなかったね。だから自分からだったら答えは0だよ。0。これ難しいです。クイズです、皆さんに。ごめんなさい。いや、聞いてましたか。あ、聞いてたよ。聞いてたね。いや、面白かったですよ。いや、最後の話はあれ、多分ウブドの人も聞けないウブドの話だよ。どの辺ですか。いや、最後のそのパダンテガルと王様の。ああ、そうだね、そうだね。もうちょいその辺突っ込んで知りたいなと僕思いましたね。それは気になる。パダンテガルっていう、そのやっぱウブドっていうのがまず特殊な場所だと思うんですけど、その中でももうパダンテガルっていう特殊性っていうのはすごく興味深いですよね。通っていいですよ、全然通っていいですよ。スケッタ MC に今回はもう僕らは身を投げる思いでやってもらいましたけども、まだ放送中だったいや、いいです。いやでも深い、だいぶじっくりした話聞けたんじゃないですか。今日の話はきっとこれ保存版として、ね、本当に深い真面目な話をしていきたい人にはもう、そうですね、もう僕らにしては珍しく本当に真面目な回でしたから、楽しかったですよ、やっぱり。そう、ウブドラジオっていうのは、うん、ね、なんかダラダラしてるところもあるけど、はい、ちゃんとした話をしようとしたらこういうこともできる、こういうこともできる。無理やり、まあ、無理やり、いやね、なんだ、まあ、僕らあんま喋んなかったけどね。でもそう、ゲスト次第でこうやって変えれるって面白いじゃないですか。
ちょコメント見てみますか。ちょっとコメント今日ね、なかなか紹介するのがなかったんですけども、知ってるかなと思って、ちょっと軽いですけどね。本日のコメント、ありがとうございます。何ですか、高木さんからコメント来てますけども、とてもためになりますと、うん、今ではベイトソンやミードはどう解釈されているか聞きたかったですと。何でしょうね、ベイトソンって何でしょうね、ミード、ベイトソンとミードについて聞きたかったと。分かんない、なんでしょうね、バリ語ですかね。ちょっと僕らも存じてないですけども。わかんない。ああ、ちょっとわかんないね。ちょっと後で番組終わってから質問してみようかな、ベイトソンとミードについては。見たことない。いや。もう来週もね、またこの話をもうちょい広げて、観光の話まで広げて、宗教とかで聞いても楽しそうですけども。うん、まあ、お忙しいので、うん。うん。まあ、どうなるか、まだね。また来週違う企画かもしれません。新コーナーを設けられてる。新コーナー、新コーナーって言えばさ、真面目な話をする、なんか真面目な話すると、でもほら10分とか5分では聞けないでしょ。だからそれは番外編で、あ、金曜日以外に、以外に、あ、ラジオ増やすのなかなか増やせないよこれ。でも週1を続いてますよ、本当に我々。いや、頑張ってるよ。頑張ってますよ。我々って、僕、ごめん、日記も更新しないの。日記はね、更新していただきたいね。ウブドトゥデイはもう上げていきましょう。ウブドトゥデイ、ね、あれはほら、あの、考える必要なく入れれるでしょ。そうなんだ、ね、お待ちしてますから。ごめんね。いや、とんでもないです。でも、何よりも僕らが何よりも嬉しいのは、こうやって見て、聞いてくださる皆さんがいるということが何よりも僕らの励みですから。そうそう。数字が増えるともっと組織のテンション上がる。そう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 、これがね、もうやがて何人の人を見てくれるのかな、どんどん増やしていきたいと思って頑張っていきますから。こうやってすごい教授だとか、バナナペーパー作家だとか、面白い人も出てきてくれますから ね、うん、すごいことだよこれ。面白いことですよ。こんな世界の片隅ですからね、間違いなく日本ではないところから発信してますから。嘘じゃないですよ、あの、本当にバリから発信してますからね。こういう、いいじゃないですか、日本からもこうバリウブドの一風景が切り取って見れるっていうのは楽しいと思いますね。はい、というわけで、うん、本日も、あの、最後にもう一回小鉄さんに、うん、あの、筋肉勝負をしてもらいたいと思いますけど、大丈夫ですか。もう筋肉勝負、あの、エンディングにそろそろ行こうかなと思って、こういう難しい話の時はマイクの上に立ち上がるもはや MC じゃなくいや、今日はでもだいぶ、でもいい深い話まで聞けたんじゃないかな。どうでしょうか。難しかったです。うん、僕にもちょっと難しかったけども楽しかったね。でも、なんか新しい切り口というかさ。そうだね、教科書通りじゃなくっていう見方をね。そう、俺一個そう思ったんだけど、僕がね、結構知ってたウブドの知識って実は竹谷さんの文章から知れてたかもしれない。っていうのがほら、地球の歩き方の宗教とかで全部書いてるの竹谷さんでしょ。そうだし、そう、そういうことだよね。そういうことだよね。で、これなんかさ、ああ、これ前の宗教が出てくる。もうちょっと知りたいと思ったら、うん、こういうこれね、うん、僕ね、最後まで読み切れなかった。結構ね、みんなが知ってるバリの宗教とか文化の知識ってこの竹谷さんとこが出てるかも、うん、正直、うん、多分そうだよね。日本語で関して言えば間違いなくそうだよね。ここまでよく解説してくれるのはないし、ないもんね、うん。で、まあ、ウブドとかこの辺、ね、こっちはね、こっちね、うん、バリ人も分かってないんだから。分かってない、バリ人も本当分かってない、うん、だから僕らもそうだけど、分かんないから、僕たまにこれ開くもん。あ、分かります、分かります。結局、うん、生活することとこういう知識があることは別なんですよね。うん、だからみんなちょっと知ろうと思ったら、これが、これが大事です。はい、これ、ウブドラジオ通すと5,800円、こちらウブドラジオ通すと8,900円で販売しておりますのでお好きな方を皆さん注文していただくと、1週間後に届きますネット販売もやっていこうネット販売やってるやってんの、やってんの。あ、でもこれあるのかな、これ伊藤さんに聞いてみないと。あ、アパで通信販売やってる。在庫確認。ああ、そう、ごめんなさい。まあね、ウドラジオでまだやってないですけど、アパホインフォメーションなんかでこういうの手に入りますんで、よろしくお願いします。というわけで、いよいよエンディング、もうごめんなさい、1時間40分やっちゃいましたけども、いよいよエンディングです。
毎週のようにね、1時間を超えて喋る我々どうでしょうね。いいんじゃない。いいんですかね。始まる時間が決まってるから。ああ、終わりはまあ皆さん、あ、ここまででいいやと思った方が来ていただければいいんだもんね。もう付き合っていただける方はこうやって1時間40分付き合ってもらって、いや1時間40分聞いてもらえてる人がいるっていうのは本当すごいよ。すごいよね。いや実はあの画面これつけてるんですけども、うん、テレビで俺に聞くんですよ。ああそうか。そういう人もいるかもしれないね。いやしかし来週も我々お待ちしてますんで、ぜひこちらにいらしてください。今週もハニマも田中俊とアンカサーご手伝いお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。来てもらっていいですか。あの通信をね、来週も。